週が変わりました。12月9日7時15分の相場解説です。週足を見ています。この週足がね、ちょっとこう今までとは変わりましたよ。こういうふうに斜めの線を引いていたんですけども、完全にここ超えてしまいましたよね。ということで今後はこの上に展開されていくものだというふうに思います。この下ではなくてね、そういうふうに考えながら週足から、次はこちらです。日足を見てみましょうかね。日足を見るとこれはもうずっと同じですけども、こうなってここがきっかけになってこういうふうになってるよってことで上げトレンドが見えるわけですよね。でセカンダリートレンドといって、ここは随分下がりましたよね。これ1本が1日なんで、先週1週間は、売りだったということですよね。その売りに私は乗り切れずに、ちょっとチャンスを失ったかなと。売りポジションで取れてればね、このセカンダリートレンドを売りっていうことが分かっていれば、考えられていれば、勝ち続けの1週間だったんですけども、ちょっとチャンスを見出さずに、ノーエントリーでございました。では次4時間行きましょうか。これはね、なんとかね、今週は勝っていきたいですね。編集。はい、セカンダリートレンドを予感させたのが、随分、こう、この辺でしたかね。こういう風に落ちていったよっていうところだったんですけども、全体的にはまあ緩やかにこういう風にね、右肩上がりかなと思いますんで、もしねこことこことここの結び目が信じられるなら、ダブルボトムを築いて今度こそね買いに入ってくれると思うんですよ。だから1時間はこれ窓ができてるんではないかなと思うんですけどね。1時間見てみましょう。わずかですけど、まず窓がありますね。これ、わかります？ちょっと隙間が空いてるじゃないですか。だからこれは、先週閉じるときに、来週の方針決めて、階段方でね、もう、刺し根を打っとけばよかったのかなとこもありますけども、まあ、刺し根とかは私のスタイルではないんでね、やりませんけども。まあ、これからは、ちょっとこう買いにかけていくことができるんではないかなと思いますね。ゾーンを引くならこんな感じですね。じゃあちょっと買いでエントリーするようにやっていきましょうかね。とりあえずはそうですね、この辺りまで上がっていただいて、この N の波動が出てますんで力点が2つあります。こちらかな、こんな感じですね。買いの方針に立っていくときには、まあすぐちょっとこう買いでエントリーしましょうかね。なんかもっと早くこれチャート見てエントリーすればよかったですね、1時間ぐらい前に。ちょっと惜しい惜しい。じゃあこれからエントリーしていきます。